ホビー・トレイ・ミルナーは、アメリカ合衆国テキサス州ドラス出身の、プロ野球選手、左投げ左打。MLB のミルウォーキーブルワーズ所属。高校時代に2009年の MLB ドラフト44巡目で、ワシントン・ナショナルズから指名されたが、契約を拒否して、テキサス大学オースティン校に進学した。 2012年の MLB ドラフト7巡目でフィラデルフィアフィリーズから指名されプロ入り2016年まで参加のマイナーチームでプレーした2016年12月のルール5ドラフトでクリーブランドインディアンスから指名されたがロースターから外れたため2017年3月24日にフィリーズに返却された同年はトリプル A 級 リーハイバレーアイアンピックスで開幕を迎え、6月20日にメジャーに昇格。24日のアリゾナダイヤモンドバックス戦でメジャーデビューを果たした。この年はメジャーで37試合に登板して、防御率2.01、22奪三振を記録した。2018年7月10日にディフェとなった。2018年7月14日に金銭とのトレードで、 タンパベイレーズへ移籍した。この年は移籍前と合わせてメジャーで14試合に登板して防御率7.368奪三振を記録した。オフの11月20日に DF となりその後マイナー契約となった。2019年は参加の AAA 級ダーラムブルーズで開幕を迎え8月20日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。 この年はメジャーで4試合に登板して、防御率7.36、3奪三振を記録した。オフの10月31日にマイナー契約となり、その後自由契約となった。2019年12月9日にロサンゼルス・エンゼルスとマイナー契約を結び、2020年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2020年7月23日に、 メジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、開幕戦となった25日のオークランドアスレチックス戦で同点の延長10回裏一四万塁の場面で登板したが、マット・オルソンにサヨナラ万塁本塁打を浴びた。この年はメジャーで19試合に登板して、防御率8.10、13奪三振を記録した。オフの12月2日にノンテンダー FA となった。 2020年12月17日に、ミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2021年5月15日に、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。父のブライアン・ミルナーも元メジャーリーガーであり、1978年にトロントブルージェイズでプレーした。ありがとうございます。